本日5月6日有の中町の、まあ、3丁目だと思うんですけども、 JA、まあ、セルフのガソリンスタンドなんですけども、値段、レギュラー164円、ハイオク170円、給140円と、電気代がここまで上がってるのになぜいつまでもガソリン代が上がってないのか、まあ、これは謎ですね。まあ、仕入れ時期云々とかあるにせよ、円安はもうだいぶ前からですからね、1年以上前から円安だったから、これだいぶ変ですよ。